ソワ。ルールの予選でございます。今回はコツなんぜ。ずっと電源ケーブルの違いを試してみる。はい、スタート。探せ。はい。ということで、電源ケーブルの違いを確かめてみる、試してみる回でございます。パート2。前回はワープティヘッド、ね、キーパーセトナーのワープティヘッドを使いまして、やりました、ね、こちら、ミン、はい、これですね、この紫のケーブル、ぶっといケーブル、親入れの結構一番安い方のやつ、ね、これをワープティヘッドで試して遊びました、ね、電源ケーブルを、ね、交換して音は変わんのかーいみたいなのをねやりまして、で今回はタウラスもやってみたかったうちの一つなので、これにタウラスあれな、タウラスにこれね、逆でしたね、タウラスにこれを使って音の変化をね、どの程度変わるのかっていうのを試して遊んでいきたいと思います。まあそれ以外の、それ以上のこともそれ以下のこともありませんね、以外は出てきちゃダメじゃあやってみましょうね、これやってみます。まずもう違いをねどんどんやっていきますので、クリーンチャンネル、クランチチャンネル、なんだっけこれ、ハイゲインチャンネル、リードチャンネルか、リードチャンネルがあります。このタウラスにはね3つチャンネルありますので、それプラス、AT モッドでのブースト、この4種類で比較していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではどんぞ。
いかがだったでしょうか。やってみました。今回一応感想を述べますると、今回は、ノイズの減少、まあ、前回ねマップ T の時はすごく音はあんまよく分かんなかったのかな、確かもう覚えてねえな、まあ、とにかくノイズが減ったっていう記憶がすごく残ってまして、電源ケーブルをねこっちの親指の方にした方がノイズは減ったなみたいな、イメージだったんですけど、今回はノイズの方はさほど正直分かりませんでした、まあ、ちょっと減ったかなぐらい、気持ち減ったかもしれねえなみたいなね、感じはしました。でノイズはさておき、まあ、そもそもタウラスそんなにノイズ出ないので、まあ、言っちゃいいんですけどもノイズよりも音が今回はすごく違かった気がします、弾いててね、ちょっと後で帰ってから動画の編集しながらね、また撮れた音を聞いて、またちょっと違う印象を持つかもしれませんが、今のところ、ここで現地で弾いてる感じだと音はガラッと変わった、ガラッとは言い過ぎかガラッとは言い過ぎかもしれませんが、ま、音にやっぱ張りがすごく出たのと、そうね、やっぱなんかそうね、ちょっと上と下グッと広がった感じっていうかな、ちょっとこうプッと元のやつよりもちょっと広がった感じっていうんですかね、がしましたかね、で音もちょっと大きくなった気がします、音量もね、ちょっと音が大きくなったような気がするな、まああれかな、電源供給がぐっと増えたからなのかもしれませんね、まあそんな感じかな。だからどっち使うってどっちがいいってこともないと思います、これはいつもね、言ってることなのであれですけど、どっちがいいという優劣をつけるものではありません。はい、ご了承ください。優劣はねないです。どっちが好きかってことだと思います。好みで。まあまあモダンになる感じですかね。よりモダンになる感じというか、やっぱね、あの元の電源の方がいい意味でやっぱ枯れてる感じの音がしてるので、そうね、もう気分だね。これ気分で、ね。付け替える感じがいいんじゃないかなと思いますね。どっちでもいいな、モダンな方というか張りがあってね、ギュッとギュッギュッってやりたいときはこっちの親入れがいいでしょうし、まあ、元の純正ケーブルはやっぱ枯れた感じ、なんか枯れた感じのこのなんていう リード使うとこうよくわかるというか、なんか枯れた感じがちょっと付与されてる気がするので、まあ同じことしか言ってないね、はい、まあだから気分で使い分けていきたいと思います。ということでやっぱ電源ケーブルね、音も変わるし、まあ、ノイズ対策にもなるし、まあ、いろんな用途でねやっぱり、電源ケーブル変えてみるのも一つね、手なのかもしれませんね。あのお使いのアンプがね、例えばちょっとここノイズが多いなとかね、音もうちょっとシャキッとしてくんねえかなとかね、もうちょっと上が出て下減ってくんねえかなとかね、まあ、そういうので、電源ケーブルに着目してそこを変えるっていうのも一つの手なのかもしれません。はい、ということで楽しみました。私はね、皆さんは楽しめましたか、ね、いや、楽しんでください。無理やりにでよろしくお願いします。ということで今回の長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価、よろしくお願いいたします。終わりましょう。おしまい。バイバイ。Yeah.